何がどういうこと。お願いしようって。服かわいい。服これ妹の借りた。妹の服。よいしょ。今日寒いな。妹、この服は妹、中学生の妹だから14歳。この服投げないよもう中学生ぐらいの普通の服着るでしょ。普通の服、そんな100何センチ表記のやつじゃなくって普通の服着るでしょ。そんな子供服着ないでしょ。子供服着るのって小学生ぐらいまでじゃないの。その子の身長によるかもだけど、普通に SML とかその狂気の服じゃない。これフリーサイズだからわかんないよ。フリーサイズワンピース。これこれ猫アレルギーじゃないんだよね。赤くなってるけど、え、最近気づいたんだけど、何日か前、これあれだわ、薬の副反応だと思って。顔に塗ってる薬があって、それが強いんだよね、最後がそれの副反応でなっちゃうんだよ。最近気づいた猫アレルギーも多少はあるかもだけど、薬の副反応だ。塗ってる薬の強いんだよね、それ。なんかその副反応だから、なんかね、塗り続けないと、こう塗り続けたら肌が慣れてきて出なくなるんだけど、たまにしか塗ってなかったから、その塗った時に毎回なっちゃってたんだよな。毎日塗らないといけないのに、全然毎日塗ってなかったから、毎日塗ろう。副反応あるの最初だけなんだよね。これ塗り続けてたらなくなるだけど、たまにしか塗ってなかったから、塗ってる時に毎回して猫もあったかもだけど、猫だけじゃないわ、これ薬だわ、塗り薬の感だ。毎日塗ったら大丈夫。したら1ヶ月後ぐらいには慣れてるはず、肌が。赤いっていうかね、乾燥しちゃうんだよね、皮膚がこう乾燥してめくれるみたいな、顔向けるみたいな皮膚がなっちゃうんだよね。でもそれも不可能なやつだから、塗り続けないといけない。これでやめたらね、また塗り始めた時になっちゃうから。痒くはなんないけど、毎日塗らなきゃいけないって言ったんだけど、全然毎日塗ってなかったからなんかなっててこれ不可能強いやつだった、忘れてた毎日塗らなきゃいけない。これアレルギーじゃないんだよね、だから薬の副反応だからアレルギーとは違う。みんななるやつ。かなり猫アレルギーも若干出てるのかもしれないけど、でも薬の方が大きい。
飼うのやめる選択肢はないでしょ。だって猫アレルギーあるけど、そうなんかさ、猫アレルギー、そうアレルギー検査した時ってさ、0から5のさ段階で表示されるじゃん。2ぐらいなんだよね私。5とか4あるわけじゃないの、2なの。ちょっとあるだけなの。そこまでなんだよね、あるけどぐらい。陽性は陽性だけど、そう2からがあれかな。そうだからギリギリ猫アレルギーぐらいそう2からが1の場合はね、そこまで陽性って感じじゃなかったです。2からがそんなめっちゃってわけじゃないけど、そこまでな。そうか、赤くなるのは普通にあれだな、薬だな、塗ってる薬の副反応だ。犬は大丈夫だ、犬出てなかった気がする、アレルギー。そんな検査、アレルギー検査だよ普通の、採血してやるやつ。うん、赤くなるのはね普通に薬の副反応、アレルギーとは別だったわ多分。猫アレルギー、一番最初猫アレルギーだけで調べて、でもう一回ねなんかジンマシン出ちゃった時があって、その時にアレルギーかなと思って、何かの何かが分かんなかったから、それはもう一回調べた時はなんていうのこういろんなので調べた。猫以外にもあるアレルギー、普通に花粉と、なんかハウスダストと猫と、あとなんだっけな、なんかもう一個あるけど、あよくわかんないやつ忘れちゃった。食べ物とかじゃない、食べ物はないね。でも花粉なんて今、花粉症の人多いもんね。めっちゃ多い。花粉症はねだいぶ収まってきたんだよね、あるにはあるけど。だから顔1ヶ月ぐらい赤いかもしんない薬の副反応で、塗る薬のなんかめっちゃ乾燥してる感じになっちゃうかも。でも仕方ないよね、だって1ヶ月塗らないと、毎日塗らないといけないですのに毎日塗ってなくて毎回こうなってたからちょっと毎日塗るから。いや全然ね、なんかこれめっちゃ昔に処方してもらったのをこう定期的にもらっててさ、説明されるのって大体1回目だけじゃん一番最初に処方してもらったのめっちゃ前なんだよね忘れてて、なんかその時説明してもらったかもだけど、忘れてて毎日塗るとか忘れてたな。なんか肌荒れちゃった時だけ塗るやつかと思ってたら毎日塗るやつだったみたいだから毎日じゃないと。だからそう毎日になるから、1ヶ月後ぐらいには収まる、1ヶ月ぐらいって言ってたんだよな。そうなんか
それまで赤いけど、まあ仕方ないわ。毎日塗らないといけないやつだから。あ、肌がなんかカサカサだからさ、あの副反応で今日メイクしちゃったけど、本当はメイクしない方がいいんだよな。浮いちゃう。あ、確かにマスクで隠れるもんね。あ、でも塗らなきゃだからな。処方してもらってさ、塗ろう。毎日ちゃんと、これからは。いや、思ってたんだよな、そんなさ、猫アレルギーひどくない方なのにさ、なるの。変だなと思ってたけど、普通に塗り薬だった。定期的にちゃんと毎日塗ってないからでした。だって猫アレルギー2しか出てないのにさ、5段階違うな、0から5まであって、6段階かあって、2なのにさ、ちょっとあるぐらいなのに。なのになぁと思ってたけど、全然違った。猫アレルギーも多少あるかもだけど、猫アレルギーで肌が赤くなるのもあるかもだけど、薬の副反応だ。アレルギー多くないよ、私。食べ物のアレルギーないし、猫と花粉と、ハスタストもある人多いでしょ。ハスタストとなんか、あともう一個ある、でもなんかよくわかんないやつ、なんだっけな、見ないとわかんない、紙、そのアレルギーの表みたいなやつ。食べ物ないですね。そう、なんか生活してて困るようなやつ、そんなない。めっちゃ強いやつとかないし、食べ物ないね、アレルギー。全部食べれる、そんな多くないよ。食べ物アレルギーあると大変だよね、食べれないね。ヒノキ、花粉、ヒノキと杉両方だね。ヒノキ、杉、花粉、食べ物なんもないよ、アレルギーなんもない、全部いける。でも花粉あるけど、最近ちょっと落ち着いてきたから、なんかあるのあるけどってくらい。今花粉前よりかはひどくない。小学生ぐらいの時が一番ひどかった。めっちゃ病院通ってたもん、耳鼻科めっちゃ通ってた。から行ってないな、全然。
小学生中学生ぐらいまでかな、言ってたの。鑑賞歴わかんないや、一番最初言ったの小学生ぐらいの時、何歳の時とかわかんないけど、小学生ぐらい多分病院って。でもなんか今去年とか全然なくって症状、今年はなんか花粉多いんでしょ、だからあるけど、でもめっちゃひどいわけではない。そう、去年はね、去年一昨年とか全然だった。うん、でも今年多いよね花粉、だからちょっとあるけど、なんか久しぶりに目が痒い感覚とかなった、あの花粉で。でもそのぐらい全然だったの、治ってきてて収まってきてたんですけど、今年はちょっと花粉多いから。今年多いよね。去年は全然、いつぐらいから辛くなったか全然覚えてないけど、気づいたら時計の音？時計つけてる。でも全然合ってないよこの時計。今7時53分ぐらい全く合ってないですけど4時間ぐらいずれてますね動いてはいるけどね、そのさ、この秒数も合ってないし、そもそも動いてるけど全く合ってない。合わせたんだけどな、何ヶ月か前に。見てこれ全く合ってないです。合わせてもずれちゃうんだろうな、きっと。合わせてみる。11時。あ、動かしづらいこれ。11時43分。よいしょ。アプローチ持ってないよ。43。合わせたけど、ちょっとさ、秒針がずれてんだよね。今22秒でしょ、携帯の方は。でももう30秒になるか。今20秒なんだよな。今20、15秒とかそんぐらいずれてるかも。そんなずれてないか。ちょっと待って、何秒ずれてんのこれ。10秒ぐらいずれてる10秒ぐらいずれてる秒針が。これ一回電池止めないといけない、秒針合わせるんだった。電池抜いて止めないといけないね。明日にはなんかずれてそうこの時
つも音が聞こえるとき、いつも音が聞こえるときはこれだよ。これほらカチカチってる、この秒針が動く音。でも見てない、だって見づらいもん、この仮のやつ見づらい合ってないし、あるだけですね。ここに誰が買ってきたのかも分かんない、あるだけ。ほんとできたんだろうな、これ。なんかあるけど誰のかも知らない、なんかあるうん100均っぽい、100均だと思うこれ多分。誰が買ってきたのかわかんない、誰のかすら知らない、なんかずっとあるここに誰の、誰ここに放置したの、私かな私かな、ここに置いて置きっぱにしたの、記憶がないんだけど、いやもともとあった気もするけどな、ここに。わかんない、でも本当に誰のか知らない、自分のではない、誰なんだろうね、わかんないや、誰のものか知らないです、この時計。でも使ってないんだよね、ずっとここにあるもん、この机の上にもういらないからここに置いてんのかな、知らない、わかんない、名前書いてるわけないでしょ時計に食べ物じゃないんだから、食べ物ね書くけど人数多いから誰のか分かんないから書くけど、時計には書かないな、なんかのまけ、いやこれ多分100均の時計だと思うんだよね、なんであるか知らない誰のこれ、ちょっとでも見ないかな、まあいいや、誰のでもここに放置してるってことはきっと誰かのやつだったとしてももういらなくなっちゃったんだろうな、だから置いてるんだと、わかんないけど、去年使われ、え、さすがに物は使われないな、物、いや使われたとしても普通に、だってなんていう、その使ったらなくなるものだったらあれだけど、物には書かないかも、食べ物は食うけど、食べ物食べたらなくなるじゃん物はその使えてもなくならない、物にいるか、普段スイッチ勝手に使ったりはしないね、だって自分のあるからいいかな、別に犬飼ったことはないかな、今まで飼ったことあるの鳥と文鳥、鳥と猫、ずっと鳥飼ってて初めて今猫飼ってる、その時は性格だと思うよこれ
さすがにこれ合ってなかったらびっくりするんだけど。さすがにね。結構正確なやつだと思うけど。金魚とかも飼ったことないよ。あのお祭りとかで金魚すくいやったことないもん。やってもやりたいって言ってたけどやらせてくれなかった。その金魚持って帰ったところで飼うやつないし水槽ないし長生きできな長生きさせれなそうだからっていう理由で。あ、ハムスターはね小学校の時飼ってたかな。小学校なんか飼ってた。懐かしいな。マスター可愛いよね。マスター名前覚えてない。何だったかな。覚えてないな。ハムスターってさ、もともとがその長生きできる動物じゃないんだよね。そう、ハムスターはね、そう長生きできる動物じゃないんだよな。かわいそうなんだけど。そう、名前覚えてない。ハムスター小学校で飼ってたんだよね。クラスで飼ってた。お前何だったっけな。本当に覚えてないんだよね。お前覚えてない。覚えてないや。全然覚えてない。名前なんだったか。だったっけな。結構前、小学校何年生だろう。2年生か、いや小学校3年生の時かな。10年以上前。覚えてないよ。どんな名前だったかな。もう全く覚えてないや。でも教室で、教室カラスで飼ってたのそれぐらいだけど。なんか動物飼ってたの。覚えてないな。覚えてない。ハムスターの名前。バレエに集中して。いや、その時バレエやってないね。バレエを始めたの小5から小6。2年ぐらいしかやってないんだよね、小学生の時は。中学生で1年半ぐらいやってたかな。3年半ぐらいしかやってない、その部活でやってたのは。社会人のクラブチームに1年通ったから、その後だから4年半かな、今までやってたの。部活でやってる期間短いね。ハム
マスターって、あ、名前つけずに。いやもうマジ何も覚えてないや、その名前なんて呼んでたか。飼ってたの覚えてるんだけど覚えてないや。覚えてない、マスターの名前。サカシのクルミちゃんさ、来てる人は結構めっちゃ上手い人とかいっぱいいた。そっか、めっちゃ上手い人に教えてもらったりとかしてた。なんかね、なんていうんだ、中学生のさ、選抜のバレーボールのチームみたいな、C5 とのあ、55分ありがとう。それをその選抜のチームを教えてる方とかが来てたりしてた、時々。でもめっちゃ上手い方教えてもらったりしてたな、すごかった。でちょっと13位からランキングを。13位買います。13位あきひこさん、ありがとうございます。12位プッチーニさん、ありがとうございます。11位ヒメルさん、ありがとうございます。10位おまめさん、ありがとうございます。9位ジョークスノーさん、ありがとうございます。8位ナオトさん、ありがとうございます。7位サイレントディームーンさん、ありがとうございます。6位ウドさん、ありがとうございます。5位バトニーさん、ありがとうございます。4位マルさん、ありがとうございます。3位トシノリさん、ありがとうございます。2位ラスカールさん、ありがとうございます。そして1位がラボーナさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、いいよ、ありがとうございました。明日の配信も多分夜すると思う。夜、うん、夜かな、明日は夜、明日も夜ですかね。明日寒いの？マジか。今日も寒いなって思ってたね。明日も寒いのか。後で見とこう、明日の天気。最近あったかいなって思う。あったかくなってきてたのにさ、また寒くなる。全然いいけど。暑くなるよりかは全然いいけど。まあ暑くなるかね。暑い方が苦手。寒い方がいいよ。今日と同じぐらい。うん、11時ぐらいかな。11時台かな、多分。早く行きそうだったらしたいけど。うん、多分このぐらいの時間になりそうかな。東京は明日9度、え、1桁？寒いね。え、最高気温9度？寒くない？そんな寒いんだ。いい。もうずっと暖かくなっていくのかと思ってた。あ、そこからお風呂入る。メック落とさなきゃ。雨降るのか、だからか。昨日の配信、何、昨日の配信も同じぐらいじゃない、時間。京都覚えてないけど。
明日も本当も同じぐらいの時間でやると思うけど、同じぐらいの時間ですかね。人寒いんだったらちょっと着てこ、ちゃんと服あったかいの。もうちょっと、あと20秒ぐらいか。じゃあ明日も23時台かな。多分早めにできそうだったらするけど、多分23時台になりそうです。じゃあまた明日の配信でありがとうございました。おやすみなさい。また明日。おやすみ、バイバイ。またね。おやすみ、出した。バイバーイ。おやすみー。